骨盤、はい、はい、どうぞ。そうです、骨盤、すみません、いやいやいや、両方がグーッと入ります。こう両方に骨盤があるとして、うん、脊柱がその間に入ります。で、うん、その間にこれを止めてくれてる筋肉に多裂筋っていう筋肉があります。そうです、立ち上がる瞬間に一度骨盤が伸びていきますよ。この形を作って立ち上がると思いますけど、こうですね、一瞬こういう動きがあります、うん、この時にさっき言ってたような足の力が伝わって、なおかつ骨盤の前傾層を作らないといけないんですけど、うん、その瞬間に一瞬多裂筋の筋収縮が入ります、うん、その時に骨盤が前傾、この形です、ね、その時に使う筋肉が多裂筋です。ここの筋繊維を収縮させて、でその勢いでパーンと起き上がるような感じです。で今、ちょっとやってみましょうか。ごめんなさい、このまま、さっき言ってたように多裂筋を少し動かしてみてください。ちょっと横から取ってくれる、はい、ここだな、多裂筋ですよ。そうです、多裂筋の筋収縮入れた後にそのまま前傾してってみてください。今怖くないですか？大丈夫です。もっと来てください。もっとです。この姿勢です。うん、ちょっと怖いですよね、うん。左足にも情報が伝わってこないとこの姿勢で立てないんです。うん、もっと来ます。多裂筋収縮入れて、そのまま前かがみになってきて、そうです、そうです。この姿勢をまず作るところからです。正面から撮ってもらっていい？戻しちゃダメです、戻しちゃダメです正面から見るとこの動きができた時が一番まっすぐです。以上です。